それでは、小倉大商店とフェブリーステークスと副勝生活本茶行きます。はい、その前に今日は申し訳なかったです。すいません。今日全くダメです。京都品場ステークス、誰来るかわからないで、ログターワークスしたのになぁとゼロだそして、一と回避しましたね。はい、ということで、はい、払い戻しですか。1000円キャッシュバックですね。うん。あかんねぇ。ゴボックスになってました。すいません。勝手に返ししました。ありがとうございました。はい。 で、ダイモンドステークス、手堅くいったんですけど、なんとやられました。サンデームー粘られて、そして、誰が飛んだんやグローブシアターか。しゃーないなカフェブリッド、ユーキャンスマイルか。あそこのワイド買えんことなかったけど、これはしゃーない。ていうか、ユーキャンスマイル強いね。はい。最内ついて鋭く伸びてきました。非常に強い。ありがとうございました、まあ。ありがとうじゃないけど。はい。んで、メルカリじゃなくてメカリ特別ですか やったなこれひねくれた鈴鹿フロンティア人気ないかいこ考えたら結局当日一番人気断然人気あってすいませんもともと鈴鹿フロンティアターゲットは誰かしましょうかえってのにすいませんターゲットを敵と入ったらドルチェリアがなんと馬券絡んであちっちポーすと思ってすいませんありがとうございました逆でしたこれ逆やドルチェリアを買うて鈴鹿フロンティアを目標にしながらお前あっちや <laughs> すいませんありがとうございましたはいということでいきましょうか G1 レース レバリーステークス、フレッチェコはい、えー、それでは出走表の前に都合悪い方ですか、今回は。はい、改装しましょうってことで。はい、メカリー特別です。もともとーカフロンティアターゲットで誰しようか言てたんですけど。<laughs> はい、結局ね、あの夜は、あ、鈴鹿フロンって言われてないから行こうか、言うてね、行ってたんですけど、うん、結局今日はさ、え昼か見て、今日全くちょっと仕事で何も見れなかったんですけど、あれ、鈴鹿フロンっ一番人気やと思って、あれレやと思って。はい。えー、でも、あんまりよろしゅうなくて。 はい終始何も専門モーターちゃうんかななんか見せ場なかった気がするはいで適当に選んだドルチリアターゲットでしょうって言ってたドルチリアがまさかの馬券絡むっていうお茶ポーしとまってはい全く予想が真逆でした3番どこ行ったん俺4番ドルチリア来るな来るなってことでんけど3番どこいったんすいません3番のお馬さんどこ行きましたかあれ3番のお馬さん ?3 番のお馬さんどこですか3番のお馬さんどこどこ どこどれどれどれ Who is this? えんう、んんん番。あれ三番どこ行ったんちょ待ってな。えちょ待って、冗談の時三番見てない三番ここおったやろおったやろおるやろこれおるやろんでどこ行ったん番のお馬さんはどこへ行きます？あ、これか。このうちで。ああおおおおおお三番のお馬さんは。あおる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 。外回ってる。ああ、はい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 。いますいます。はいはいはい。 外回って4番の後ろにいますね。そっから ?4 番の後ろおるけど、なんちゃこれ ?4 番の後ろおって、はい、外の馬と合わせてて、ちょっとうち伸びてきましたかって言ってますね。1、2、3、4着、1000着の5着。7着ぐらいでゴールやん。しかも先代、7着ですか足あ、合ってるますかだい六着6着、7着と思ったけど、7着ですか教えてください。下ったら、ちょう7着どうやあっちゃ、なんと6着。あっちゃ、ポーシ 最後、サスたやな。最後、ランバージャックをさしたいな、これ。あー、もう、どうでもいいですか、分かりました。ありがとうございました。<laughs> 適当に結構上で、6着やった。ごめんなさい。7着ちった。はい、えー。仕切り直して、小倉大商店、行きます。やった。はい。14等立てとなってます。はい。えー、印変わったかなもともと6と打ってたっけ、れ。すみません。もし、えー、事後調査と印、もし、えー、増えたり減ったりしてたら、ごめんなさい。多分、減ってないと思う。このままのはず。 とはい。えー、マウントゴールド本命ですね。これ、理由簡単ね。前層1住所1番人気で惨敗以上です。はい。前奏1番人気、背負うってことは、それだけ評価されてます。で、ここで惨敗したから、人気、今回、落しのあるチャンスですよと。はい。何も考えることありませんよ。はい。簡単です。前奏1番人気、惨敗以上です。うん。チャレンカップに着、エレエアウィンザーに負けましたけど、まあまあ、強い規模でした。うん。 えー、それまでもねはい、えー、小倉記念3着の実績もありますしうんまあ強いて言うなら不安がこの181 0ハロン身近なってどうなんですかってことなんですけどまあ いけるでしょう。そこまでずぶくない馬ですしはい浜中さんなら小倉で無双するでしょうあねちなみに浜中さんって小倉いいんでしょう大体鎌倉さん小倉来たら人気するもんね浜中さんの小倉はどうですかいいですね OK ーーですね了解ですありがとうございましたちなみに明日何くらい乗りますかめっちゃ乗るなめっちゃ乗るくせめっちゃ人気出るなそやな明日ね東京とねはい えー、字はあるんで、皆さんほとんどいないんでね。頑張ってください。最強外人もいませんよ。ということで、頑張ってください。今のところで本命します。はい。えー、太ステイフィリオ、黒坂ヤやンスム、こちらは両方理由全く変わります。変りありません。福島記念の1、3着馬です。福島記念がこの舞台リンクするかっていうと、運なんですけど。うん。 まあでもね、この、えー、小倉大商店っていうと、そんなね、まともにね、実績あるも走ってこないですね、明らかにね、こんな風にね、ハンデ線でね。はいで、ってことで、えー、やっぱり有力情報といたしまして、やっぱ重賞でどれだけ頑張ってきたかっていうのが、やっぱり有力重、有力視されます。ってことで、マウント・ゴールド、チャレンジカップ2着、えー、福島記念1、3着は、えー、ここら辺上位3頭を知る、素直に、打っておきましょう。うん。 で、えー、これに対しての下克上というとタニエ・フランケル前走中間金八3着で頑張った実績よりは、まあ、よりは手ですよな、はい小倉千八1000万ですけど圧勝で勝ってますここはですねやっぱり小倉千八も独特な、えー、流れ気用差求められますので。 うん。小倉18の実績はある程度評価されましょう。はい。エレトロロック鈴鹿ディープも同様、小倉実績です。エレトロック2走前、小倉を日経オープンで1 0 0でコンマ三の圧勝。はい。1600万条件も小倉の1 0 0で勝ってます。エレトロックさんの小倉の成績は素晴らしいですよね。はい。小倉181着。小倉181着。はい。えー、コク小倉2000除きますけれど、小倉2000にいて1 0 0 2着。 はい、小倉1 8だけに限ると、えー、3勝2着1回ですか素晴らしいで小倉全体成績でもはい小倉全体成績でも3401ともうほぼほぼ小倉スペシャリストなんで、えー、このローカルの冬開催のハンデ戦ならいいかなまあその証拠に人気出てるんでねうまみはないですね正直うまみはないうまみはないうん うまみはないいい、ととぐらどっちかっていうとうまあるのは鈴鹿ディープかなただ鈴鹿ディープがこの中小クラスでやれるんかなってことでまあね、えー、去年の夏の博多ステークス見に行ってわーしょわーしやってるんですけどねはい、鈴鹿ディープお見事一着ありがとうございました。 で、このまま行かれてますね。大体ね、えね、ー、適度なとこ走ってからの小倉で本気ってことで、大体3層目ぐらいに本気出すんで。で、今回は中途。まあ新潟記念はね、正直小倉、じゃ博多ステークス買ったから、まあおまけなんですよ。ってことで、実質やっぱこのまあアンドロメだからですね、ちょっと休み明けたらアンドロメだから本、えー、ね、試運転とすると、えー、中京2000も明らかにもう舞台違うしってことで怒ってました。ってことは、やっぱりこの3層目にここから向けてるのは本気だと思います。えー、新潟記念はもう度外視、あくまでもかか スステークス買ったから重出ましょうかっていうレスなんでうんえ一見一層多いですけど実質は3層目で考えておきましょう、うん、はいねこのまあ博多ステークス選んだ理由はっていうとそうですねはい休み明け1層目2層目3層目で小倉ゴールインはい休み明け1層目2層目3層目で博多ステークス去年もゴールインはいということで今年は新潟記念はちょっとおまけとしてアンドロメダステークスから123のここでゴールイン ちなみに 1800m の実績はそんなないんですよね。だいたい 2000m で走るまでで、ね。頑張ってください。小倉成績3001となっております。頑張ってください。ディープらしくないディープ、小回りでも通用するディープ、頑張ってください。はい、こちら印6等で買います。まあ、ほぼほぼ人気通り。えー、っと、鈴鹿ディープ以外人気。逆に、あとマイスタイルを切ってますけど、まあ、お留守ください。あと、4歳馬でかけると、ケーティクレバーですね。ここを買うか買わんか迷ったんですけど、まあ、そのまま無印でいきましょう。うん。 ちょっとね、最近やっぱね、10個重症、ずっとね、54バは絡んでるよってことで、気にはなるんですけど。うん。消えてくればね、人気ないから確かに絶好なんですけどね。絶好かな、これ。買うええかも。ええことにしよう。あかんけど。はい、あかん。あかんです。かんだ。めっちゃかんだめっちゃかんだ。はい、あと、フェブローリー、フェブローブラリーステークスいきましょう。はっ、まあ、そんな感じだ。ちゃんと発明を受けってる。フェブローリーステークスいきましょう。うん はい。ファイバーリーステークスですけど。えっ、ー、とですね。あ、こちら、時間、発送時間、えー、間違えることないかよ。3時40分ですね。いつも通り3時45分とかないんで、はい。G1 は基本30分が基本なんで頑張ってください。5分遅れの内容にしてくださいよ。はい。こちら、印はですね、えー、5等。この馬たちは多分前から印は売ってたはずです。売ってたと思う。うん。で、えー、いろいろ試行錯誤して、サンライズソアのんこのトロー々を紹介してですね。うん。 結局、対抗ゴールドドリーム、こちらはま本命から外しましたけど、まあ、対抗、うん。えー、今年は勝てるかなって思ったんですけど、なんか、去年何個で見られたように、えー、ほぼほぼ完璧なレースしても勝ちきれない、ゴールドドリームらしいとこが最近出ております。東京大商店、ま、惜しくも2着。ナイルチャンピオン、ルヴァンスレーブン2着。うん、ちょっと最近、あれってね。 あれれって、去年のフーブラリーもさっきあれれってのがあるんでうんもしかしたら今年もなんか伏兵にやられるかなと思って対抗止まりにしておきますはいひねくれましたでえっ、ー、とねもう一個もしかしたら届かん届かんっていうかなんか差し遅れそうな理由がね前走が東京大商店だよねニハロン短縮なのよねまあ、えー、帝王賞などねマイルチャンピオンシップの2着でまあまあと確かに2000からのマイルの切り替えできそうなんですけどうん まあでも結局相手が確かに強いルヴァンスレーブやったからといっても結局2着なんですよね。うん、それ考えたも今回も、うん、最後差し切れずとかなりそうかな。あるいは外から豪快にって感じが見えてきたんで。はい。で、内訳の3番。えー、おととしは甘いことデムちゃん乗って勝ちましたけど、うん。今年もなんかどうかなって感じますね。まあデムちゃんよりスタート悪くないルメチャなんで。 そこまでひどくはないとは思うんですけどうんちょっと、えー、やっぱ2年前のこのフェブラリーの2枠3番これがちょっとうまくこできすぎたかなってなるんでね、はい、頑張ってくださいまあ五大竜三とってことでまあまあ大体東京のダーラとは鬼なんですけどね、はい、決め手は絶対あるんですけどちょっと勝ちきれんかもしれんなって思ってますまた詰め名前とこかな詰め甘くないんやけどねはいえ,え黒三角サンライズソアと入れ替えにどんこの面しておきますうんサンライズソアはまあ黒三角ってあくまでも単穴ですよね と、はいうことで、まあ、意味的に考えると、やっぱり、ね、単、え、価、ー、ありそうなのは、やっぱ、ノンコの目のですね、去年も、えー、最後、豪快に差し切りましたけど、やっぱ、決めて、1着か3敗かって考えると、やっぱ、サンライズソアよりは、ノンコの目で,ですよ、多分ね。うん サンライズソの方がまだ堅実に2、3着は来るかなっていうイメージが強いです。はい。去年フェアウェイステーク差し切りました。で、えー、その後ね、柏記念等々、ちょっとやっぱ地方の、えー、小回り適正合わんのと、まあそれでも4着なんでね。あとはまあ、JBC クラシックも距離10巻長いし、上がりは使えてるけど、ちょっとね、えー、長い直線ちゃうから無理。チャンピオンズカップも長い直線ちゃうし、相当膨れるコーナーで無理と。やっぱり東京ですわ。はい。このま東京のダートは、うん、6112と。 素晴らしい長い直線で足が生きる馬この馬ですはいもう回し抜きいばほがいいんでしょうけどまあ明日どうかなまあ去年両馬場のパンパンで勝ってるんでまあ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 ありそうですけど展開いいですね結局ね頑張ってくださいはいあとサンライズはーを白三角はいえー、こちらの馬は毎回説明してますねはいえー、っとダートでは、えー、ブリリアントねはいえー、こちら え確か、えー、地方住所を買った後に、ね、東京に2500、ちょっとようからんところ走らされて、一番人気でデムちゃんで試運転。はい。えー、武蔵野ステーク、セコイン着取った後なのに、なんか知らんけど、ようからんオープン。間隔短く走らされて、こちらも一杯一番人気惨敗。ここだけです、2回負けての。うん。負けてる理由、理由っていうか、だいたい流れははっきりする。うん。だいたい重症で頑張ったって、うん、重所で頑張ったでしかもオープン出されるってよう分からんことはされてんうん。それ以外、ダートの成績、馬券、パーフェクトです。はい。 G1 もチャンピオンズカップ3着、JBC クラシック3着、そして昔行われましたジャパンダッドダービー2着と。はい。で、この3層とも G1 はね、8スペシャルウェイク、大舞台に強い。うん。 スペシャルウィークが宿ってますんで、まあ、今回も G1 なら堅実に3着あるかなと思ってます距離どうですかとはい、えー、そんなことないです今まで1800走ってましたけどもともとこのままっていうと清流ステークス、えー、勝ちましたよね1着とユニコーンステークス3着そして、えー、武蔵野ステークス2着と東京マイル全て馬券絡んでるんで前東京マイルが全然嫌なことありませんはい枠順も10番ってことでうんえー1番 競馬しやすすいいいととこは引いたかなと思いますうんちなみにフェブラリーステークスの枠順で最近変わりました枠順っていうか、えー、強いところあまあ外枠よりの芝長いからねでもやっぱ2枠がいいんでしょうね、はい、打ち過ぎずの競馬大体2枠ですね普通はねはいなかなかそんなよろしうないって出てますけどね頑張ってくださいはいあとはまあクイーンズサタンオメガパフィーマーを押さえときましょうか コインズパターンね、10番人気ですか。失礼やね。なえ、福祉も10番人気 ?9 番人気か。でも失礼やな。東京なら、えー、結構堅実に、えー、島行かして走ってくるのにね。結局やっぱ G1 になるとダメですかってことで。うん。G3、ね、東京3着ですし、シワスステークスね。直線短いくせに3着、ムサシも2着と。最近結構堅実に走ってくるんです、しかも東京ならお手のものかなと思ってるんですちなみに東京の全体成績悪いんですか いいよね、4, 3, 1, 4. 東京、3、12狙うっていうことであインティーとかはい了解でそこにりましたはいうーん食いに育ったら押さえとかなあかんのかなと思ってますうん姉妹確実性ありますねはいいいですよ内枠が内枠がどうなるかちょっと分かりませんけどまあまあいいでしょう はいでもう1頭が最後、オメガパフィームで。このまま正直、ね、もう切ったのかなと思ったけどけど、まあ、最悪バチャったって、デムちゃんの最強外人の G1 は怖いなってことを押さえてます。うーん、一応押さえとくか。外枠、このま,まにとって歓迎って書いてるんですけどね。2キロ増が課題。そうなんですか。まあ、金量かな。早き4歳の金量の分と。 うんちょっと、外枠がどうかなと思ってますね。お気おの悪い馬の横は嫌でしたが、最後、あっとい、あっと最後入れなので、隣の馬の体勢か。はーい。まあそうなんですけど、ちょっと、外じゃ位置取りが厳しいかな。チャンピオンズカップ行ってる限り、左回りがうまいと思えしう、やっぱりジェンスを買った多いぐらいの距離といろいろ適性はいると思うな。 走るなら右回り2000メートル18が向くと思ってるんですけど、東京回りいきなり走るかなと思ってます。で、デムちゃんやしね、デムちゃんやから買いたいって自由やからと思うんですけど、この人気で、まあ、でもだい,いこういう時に人気にデムちゃん来るから嫌やねん,んけどね。嫌や,やな、これ。このなこのなこの変な人気の時ね、買いたくないんやけど。来るんやな嫌や,やな嫌な人気しとんな、これ。うわ これがね、10倍以上つくんやったらね、美味しいって思わんと、あ、それやったらカーンドこうてんのよね、ガチでこうてる人、あ、そんなおれへんな、あ、面白いから買おうって方多いけど。6.8倍って結構なね、プロでもこうてる人おるし、3ピリオルンなとこやね、これね。ちょっとやめとこう。うーん、放送ではやめておきましょう。はい。で、えー、今ね、さっき言った通り、印5等しか売ってません。しかも本命がいませんと。はい。 で、こん中でね、本命を決めましょうってことで、今まで無印で考えてる、ほぼ脳空気、ノー空気ってないね。ほぼ空気。ノー空気ってないね。脳空気窒息するねはい。えー、何、え、だ、ー、っ,っけ空気。はい。空気のまから一杯、空気っててね。えー、からうまく一杯入ます。さあ、誰か。誰だユラノトかそれとも、インティかそれとも、サンライズのバかそれとも、モーニングかそれとも、コパのキッキングかさあ、 人気版の中から本命はあっちゃー多分ねこれをした瞬間ね多分半分以上の人がねうわなんでやってなってるよ多分えほんまにって言ってるとガチでって思ってるはい、えー、私がこの馬を本命にする多分誰もが思ってなかったでしょうで、ね、はい絶対選ばんと思ったでしょうねはいインティですねもうこれに尽きたかこれは今日は はい、えー、今までは軽視してましたよ。大、え、体、ー、テーマ迅速みたいな流れやったし、ええー、わーと思ってたんやけど。はい、インディですね。うん。まあ、えー、単純売れるなと思ったんですよね。でね、まあ、副賞がこんだけ売れてるんで、ゴールドドリーム売れてるのは知ってるんですけど、えー、副賞インディがこんだけ売るってことで、うん。えー、だい大体副賞買う方ってね、 えー、結構やっぱ物、えー、適正見極めてからプロが買う方が多いんでね。はい。まあ単勝やったらね、結構応援とかで入れるんですけど。はい。大体 G1 のレースで素人が投票してですね。まあインティの単勝買うの分かりますよ今まで強いから何連勝かしてるかって分かるんですけど。副賞をこんだけ入れるってことやっぱある程度見極めてる方が買ってるはずなんで。で、 今、えー、今一応ちょっと、えー、前日発売ありましたけど、明日、えー、普通の一般客が入られて、えー、投票始まりますと、おそらくインティの副賞、逆にね、売れ行きなくなるんちゃうかな。大体副賞で一般客買おうとしたら、多分普通にゴールドリームだと思うんですよ。うん、普通はね。でもうちょっとゴールドリームが売れるとしたら、はい。 あとはタブルルとしたら多分サンライズノバー、サンライズスワーぐらいが多分売れてくるんですよ。ってなると、インティ多分ね、そこまで売れへんと思うのよね。うん、やっぱ買ってんもん。テイム迅速集やな。東京の初参で無理やろって。なると、副賞が美味しいかなと思ってます。まあ私の馬券は別にして。で、インティ一応本命で、これまあ1着あるよっていうよりは、えー、もう軸、ゴールドリームと一緒に軸で買おうとは思ってます。ちなみに367でやっぱ売れてるんでしょ結局ね。 ですね。抜けております。2.5倍2.5倍。はい。まあ、インティー、今回はたすればなんですけど、インティーでいきますね。はい。で、えー、インティー選んだ理由なんですけど、うん。とね、いろいろ迷ったんですよね。展開とかいろいろ考えてるんで、えー、今までのレース見とって、まあ、普通に考えたら、テーマ迅速州っていうのが、<laughs> テ,ンテーマ迅速州って言ったら失できる。テーマ迅速風っていうか、はい。えー、見えるんですけど、去年、スピードで負けましたね。確かに、テーマ迅速ね。 ちょっと流れ速かったね。わかりますけど。うん、ただね、テーマ人足と比べて、この馬はね、もうちょっとなんていうんですかね、えー、スピード感があるっていうかね、テーマ人足って大体、黒、え、芽、ー、さんクラシック、力で押し切るタイプのダートやったんですけど、えー、この馬どっちか中途いうと、スピードで押し切る競馬を今までしてきてます。あんまり力勝ちじゃないんですよ。うん。いや、最後も、えー、ね、コンマなら1.6とか、しかも最後、ほぼ手抜いて。 最後まあ大体楽して買ってると思うんでこんだけセーフティーリ引いてたら凍結機能もほぼほぼ、えーもうね、余裕やったんで前作、はい、も中央ィザーザってに余裕でした2馬身でこれも多分最後流してましたよねうん で、上がりが一応35秒台使えてます。一応、ある程度スピード落とされたとしても、あの中京の最後の,のね、ラストんハロンを両方で35秒台走る。こちらは評価してもいいかな。うん、えー、中央イザーズ、特にスマホとかか、ここら辺の以下の人気馬たちが、この後の後に対したレースをしていないと。はい、ということで、東海ステークスのレベルはどうやったんか、っちゅうことは言われましたけど、うん。 まあそれでもこのまま多分相手なりに多分頑張るんだと思うんで、えー、明らかに今までね最後追ってこなかったん、ね、で手抜いてるはずなんで、えー、それ考えると今回は相手なりに走ってくれと思います。えー、展開、えー、初のマイル流れ全然読みませんけどうんまあでもねあの豊かさんでしょ男女でね最初豊かオーラがあったらね逃げれるとか言うてたんですけど番手ツイスでもいいかなと思ってで一番人気なんですけどイン これ、インティをマークしながらの経営は、やっぱみんなするんですか先行場って。うーん、まあ、マークするんでしょうけど、個人的にプレッシャー厳しいなのは多分ゴールドドリームだと思いますわ。多分、で、コパのキッキング7個さんでしょう。それ考えると、メガパフィウムとかね、デムちゃんの目標はやっぱ、ルメちゃんのゴールドリームですかね。後ろからエクマたち、えー、サンライズノバもそうですけど、あんまり前で激しく争いあるんかなっていう。いや、まあ、えー、サクセスエナージーはいますけど、 でも正直それぐらいっしょ極端にマイクなの。もノーバーカがちょっと上がっていくぐらいでしょ明らかに去年のね、ケイティブレイブ等々の前崩れ、なんだけの前争いないと思うんですよ。えー、去年は確かケイティブレイブの迅速と、まあノーバーカラったけど、ね、日経ものをね、ここら辺が変にレースいっぱいあったんで、うん、それ考えると今年はもうちょっと楽かな、と思ってます。うん。 一番人気の豊かさんのインティアからって言ってそんなマーク厳しいないと思ってますわ、えー、他の騎士も分かってると思いますわあこのままマークしてもなーっていうね多分このまま失速するから目標するのやめとこうっていう評価してくる騎士もおると思うんでインティーを究極に一番人気やからといってマークはしてこないと思ってます明らかに、えー、ファン投票勢いの人気で、えー、ね同じ席ないんちって。 思ってる方多いと思いますなるとやっぱゴールドリームちょっと後ろすぎですけど、まあ、ゴールドリームかオメガパフィームかそこら辺で牽制しちゃうパターンになるかなと思ってますかといってゴールドリーム飛んで欲しくないんですけど頑張ってくださいまあいいでも来るでしょうねはいティアトもえー、前奏もえーあっしやったもんね はいちょっとここでいいんじで多分スピード系アと私はし似てますよ私は死似てるよスピード系の前って、うん、でまあ結果、えー、もねゲームホームってことでやっぱり1008とか2000走れてたことが逆にすごいぐらいうんゲームホームって言うとやっぱ10021006が活躍する舞台なんではい今回距離短縮でも OK だと思ってますむしろ縮む方向には OK だと思ってますこれ以上伸びて危ないなと思ったんですけど、うん、1006OK、OK、でしょうあとワンターン初芝スタートかながどうなるかですね頑張ってください はい、変わっていください。で、一応、もう一頭印打っておきますね。はい、えー、ここ一応、解明がちょっとね、えー、二等軸になっちゃうんで、はい、相手を5等にしときましょうってことで、サンライズの場合一応、されておきましょう。はい、で、4裁はさっきからずっと絡むよって言ってたんですけど、オメガパフュームとコパのキッキング、どっちかなって考えたやつやっぱオメガパフュームかな。コパのキッキングは分からん。来たらごめんやけど、分からん。この間だけはもう、語ってもしゃあない。うん、それは皆さんの独断の偏見による、はい。 距離が持つんか持たないんかでしょとせんで屋根がどうかでしょ、はい、もうそこまでいったらもうよそもくそもないですあとはあなたたちの運、えーうん、と環境努力です努力努力何の知らな <laughs>、はいありがとうございましたはいであと,、えー、と副所生活候補ですけど今回ちょっと敷き直して東京でいきましょうヒアシンスステークス三歳オープンだとこちらがユニコーンステークスや J パンダーとダービーにつながっていくんでね今年も三歳の大きなレースやっぱり買いたいんではいヒアシンステークスいきましょううん 今、オーバーエースが一番人気で、今、副賞がゴンと売れてます、はいえー。ただですね、まあ確かに、オーバーエース、えーね、東京ダート新発線、ね、1.4秒差の圧勝、はいで。前走も中京ダート戦で圧勝、2勝馬。で、ね、ここ、えー、東京マイルでまた爆走するかもしれんし、ねはい、ここ本気かなと思ったんですけど、うん、まあこのままでいいかなと思ったんやけど。 うん。明日多分人気ちょっとぐらい落ち着くやろうしね。はい。と思ったんですけど、うん。この前で面白い馬見つけたんで、そっちにしました。はい。えー、まず、えー、ターゲットは、はい。オーバーレースはなんか来そうな気がするんで、デルマルーブルをターゲットにします。うん。えー、デルマルーブル、多分一番実績とか強いのはこの馬でしょう。ただ、やっぱり前走ね、地方の G12 着、そしてその前重賞も勝ってます。地方でも。で、平均、平地、ね、収得賞金が、 2000万、2600万あるんで、正直ね、この部をね、無理やり勝ち切りしてないんですよ。だから、ここを試運転で使ってるとかもありなんで、うん。結局ね、どの距離使うかまだなんか探り探りなんで、アンジ上ルメちゃんですけど、えー、特にここはね、えー、本気になる理由はないと思います。も馬券絡みそうですけど。はい、デルマルーブルが明日多分一番人気になると思うんで、多分オーバルエースじゃないと思うんで、はい、こっちの方がいいと思います。で、 えねオーバーレースの方は2勝場ねえー、500万勝ち上がりなんでまだ900万、えー、しか賞金持ってないんでこれは確かにねイージーでも勝たなあかんっていうのが分かるんではいあとメイクハッピーもどうかなと思って出無知なし本気かな2勝バで前走4着 k しなどうしようと思ってはい迷ってたんですけどうんまあ うん微妙やなぁ。買いたい。今回、まあ、買え、買えんことないんやけど。はい。前走、まあ、クリスチャンで読ん着やったんかな。メイクハッピー。確か、デラマルーブルか、デラマルムちゃったもんね。はい、わかるんですけど、お兄ちゃん祈り代わりか。まあ、強そうなんですけど。うん。 深海さんとこ最近調子ええからな。わかるんや。聞いたいことわかるんやけどな。ちょっとやめておきまして。ごめんなさい。はい。で、そのまたち足を置いて、えー、面白い馬1頭紹介します。まあ人気ですけどね。はい。ちょっとひねくれました。また外すかもしれませんけど。ごめんなさい。今回この馬でいきます。はい。バイトブリック。こちらでいきます。ちなみに今3番人気ですけど、副賞は1.4か。まあちょっともうちょっとデルマちゃんとか人気でそうなんで、多分もうちょっとくと思います。1.678。 なると思います多分こんな売れへんと思う。メイクアップのが売れるん、いすいか、メイクアップのが売れてほしいけど。で、えー、バイトグリップ選んだ理由はってことで、このまま2勝売ですでおったあ、それだけの,の選んだ理由、違うんですね。はい、えー、京都の新発線、ダート1008で1.8秒差で勝ちました。前走500万クラス、中山ダート38を、コンマ5秒差で勝ちました。んで、どちらもね、右回りの4コーナー使ってるところ、今回の東京のね、マイルドアートと関係ないやんと。うん、確かに。 それと東京マイルとかね、中京でね、左回りワンターンとか経験した方がいいやんとかね、全日本二歳優勝とかの方がいいやんと思ったんですけど、うん。そうじゃので、ここ注目したんは、この圧勝域です。はい、2層ともね、2着場にコンマ5以上つけたんは、おそらくこの馬だけです。2層ともね。確か、うん、さっき言ってた、えー、誰だったっけ、メイクハッピーとかでも、えー、東京ダートで実績ありますけど、はい、コンマ4が最高。 こうなんだよで、この時、ルメちゃんやったんでね、これがデムちゃんに乗り換わってるんで、ちょっとあれとも、たんと。はい。で、ルメちゃんはデヌルマルーブル。こちらね、前走デムちゃん乗ってたのに、ここでルメちゃんに変わると。はい。まあ、ここら辺でいざこざ、いざこざやたらいいけど、<laughs> ここら辺がちょっとね、ようわからんのでね、まあ、もともとルメちゃん乗ってたんですけどね。はい。うんちょっとこれやりとりがちょっとハテナなんで、はい。まあ、ここら辺は任しておきますけど。うん。 まあこれたね、牽制しちゃうと無理なと思ったと、うんと。で、まあ、この、えー、こいつ、えー、誰だっ,たっけ、メガピーの、えー、900万円。わかるんですけど、えー、そういう理由じゃなくて、圧勝機でもなくて、まあ、圧勝ですわ。はい、何だっ,たっけ、さっき言ってたすいません、話戻しましょう。はい、えさっきコンマヨ、えー、メイクハッピーですらコンマヨとで。2相とも、えー、ね、2相ともコンマ、えー、5以上つけたまま、多分いなかったですよ、と言いました。うん。 まあえー、デルマルーブル、えー、一応標庫ジュニアで圧勝しましたけど、まあちょっと距離が違うんで。で、えー、このね、4コーナー1008右回りかなこれかなこれを2回圧勝して勝った馬が、いますよね、過去に。はい、どうでしたかちょっと全日本に最優秀の時のノーバレンダですよ。そう。この馬ですよね。 結局このままね、はい、新潟1008と京都1008、このコースで2回コンマ5以上の圧勝劇。それだけでね、えー、ここ、えー、印頑張って言うてたんですけどね、一着やったと。ねっせやから言うてたんやと思って。これ確かこれ何買うてたんやったっけな。なんか俺ちゃう馬券買うてたんや、確かな。確か買うてたんや、これ。デムルメのワイド買うてたやな。で、サントメは UC っていうのはノーバレンダーですよ。あんだけ言うてたんや、これ。そこやでって。 正気消し、そこやでって。体の飽けるの、そいつやでって。言うてたのに、三連複ちびって一点バリセンター。と。はい。あれと。 12番、背ごたえやん、と。11番、えね、えいやん、と。あ、来た来た。で十11番、待ってよと思って。で、5番来たし、最後ね、レブちゃんのね。あれ、待ってな、と。5、11の Y でやける。ごめん、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 うー、カンカンカン。12番、カン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 それ来た、3連服、やカンカンカン、うーカン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 。むしろ、それ、3連単ボックス。うわー、カン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 、Y でっとんメさトサーチポスト。 思い出した、これ。ライブ競馬のこれ。今は、今はね、配信停止だったけど、ライブ競馬のうん。ライブしたらあかんよって怒られたからね。はい、わかりました。自粛します。ありがとうございました。<laughs> はい、いてことで、デノールブルと似てますよってことで、はい、ワン4コーナーの競馬、右回り関係ないです。圧勝したままが優先です。ありがとうございました。<laughs> はい、バイトグリップさん頑張ってください。アンジョトサキさん。いいですね。はい。で、デムチャんのメジャーやっぱね、この後、えー、フェブリーステークス多分本チなんで、佐々木さんはサンライズのバありますけど、 だ、はいたい試運転するのは最強外人が多いんです、絶対、デムちゃんの無ちゃがね、試運転、怪我せんように試運転してくれず。東京でアドマイルやしね。はい、まあ、それ考えると、うん、えさ、ー、戸さんなら、えー、サンライズノバーもそうですけど、その前にここで本気すると思います。うん、豊かさん持ってこいし、何を言どい。これも試運転でしょうね、豊かさんもね、たぶんね。頑張ってください。ということで、お待たせしました。海面の方戻りましょう。 はい、小倉大商店、京都品場ステークス同様、どれくらいかからんでことで、6等ボックスです。はい、また1等出走除外とかやめてください。はい、前奏一番人気やったマウントゴールド1本目にしておきますで、えー、×重視来たら美味しいよってことで、小倉のディープってことで頑張ってください。はい、フェブラリーステークスですけど、ワイド1点張りか迷ったんですけど、欲張りましょう。えー、3、6、2等軸ですね。 ト軸からですね印相手5頭に、ね、それぞれ印の重み順に流しておりますはい、えー、インティーをね、えー、結構軽視しながら今まで調査してきたんですけどうん、えー、迅速弾と違ってパワーードをし切るというよりスピード系がありそうだったんでこっちでいきますはい正直今回はインティーとコパのキッキングの出社選択で皆さん 運命変わると思うんで頑張ってください。あと、黒三角は、はい、サンライズ、えー、ソア、とも言たんですけど、はい、のんこの夢もう一回期待しましょうということで、東京のダートなら、再び差し切ってください。はい、えー、復唱生活そろそろ当てましょう。ヒアシンスステークス。はい、ちょっとまたひねくれたかな。えー、バイトグリブリックでいきます。はい、ノーバレンザ風ってことで頑張ってください。で、ムルバルブルをターゲットにしてますけど、もう一つでもったね、それとどうなるほんまにわからんね。 まあなんか人気決着になりそうですけど頑張ってください。はいということで自分を連鎖した皆さん頑張ってください,、はい。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。